はい、こんにちは、ちずちゃです。今回は本日のアップデートで追加された玉道希少子のクエスト白煙妖光初見プレイに挑戦し、作成できる武器防具装飾品も確認したいと思います。玉道といえばということで、物理貫通ライトボウガンでやってきました。このために昨日ささっと組んだんですよね。頑張っていきたいと思います。さあ、いましたよ、玉ちゃん。どこが通るかな。1? よいしょ。尻尾、頭が18ぐらい。尻尾が一番柔らかそうですね。ちょっと1にかなりびっくりしましたけど爪でも当たったのかな。よいしょ。だいぶ硬い場所もあるみたいです。はい、今のところ通常種のタマミツネとそんなにモーションは変わらない気もしますが、ナイスマヒー。なんか遠隔ガルクのモーション値が結構調整されたという修正がございましたが、麻痺は変わらず出てますね。よっ、ガルクの攻撃力は下がるけど、麻痺とかは相変わらず入る感じだったら嬉しいんですけど。お、総流待機状態。総流、何気にね、このフィールド久しぶりですよね。お、おー色づき虫がいた。極戦鏡に色づき虫、新しい。はい、頭が来ちゃってんな。尻尾いきます。いやー、いいね。玉みつねの良さはここですよね。本当にめちゃめちゃ貫通弾が通る。まあ、一撃あたりのダメージは少し控えめかもしれないんですけど、一発あたり300ぐらいは出てるかなって感じがしますよね。出てなかった、ごめんなさい。多分出てる、多分出てないかな。200は出てますよね。200は出てる。2、300ぐらい出てるかな。タマミツネの属性肉質、まあ、通常種なんですけど、通常種の属性肉質が結構特殊でして、物理肉質は頭と尻尾が通るけど、属性肉質は物理肉質がカチカチな爪に通るっていう感じなんですね。おーっとっとっと。なのでタマミツネ相手に属性弾はなかなかしんどいものが。あーっと、これ、お、今気づいたけど、これ追いかけてきてんじゃん。気づかなかった。喋るのに夢中で気づかなかったんですけど。そしてこの、溢れんばかりの紫エフェクト。これは、泡マトみたいな感じですかね。泡マトみたいな感じだ。携帯変化を解除することに成功しました。いやー、尻尾がよく通る。おそらくですけど、携帯変化した後、まとうから尻尾を攻撃してまといを解除させるみたいな。これがまといかな。今まとったのかな。ちょっと待ってくださいね。待って待って、危ない怖っ、追いかけてくるのめちゃめちゃ怖い。ストーキングバブル、やめて怖い。尻尾だね、尻尾、尻尾よ、尻尾。頭は、あ、頭もですね、頭もエフェクトが出るので、頭か尻尾を攻撃することで、あー、よいしょ、この形態変化を解除することができそうですね。そしてダウンを取ることができると。罠も設置してみました。入んないんかい、入んないんかい。入りました。尻尾いきます。尻尾すごいね、エフェクトがすごすぎて画面が見えない画面が見えない。うわーわー、おー、ナイスー、解除できましたね。こんな感じでダウンを取りつつ討伐していくという流れになりそうです。通常種のタマミツネもそうですけど、やっぱこうダウンがね、うまくやればダウンが取りやすいっていうのがタマミツネのプレイしてて楽しいとこなんで、それをね、きっちり希少種でも実装していただいたので、これはめちゃめちゃ人気のモンスターになりそうです。ただ、
トーキングバブルはやめて、もう破壊するしかないじゃんね。まだ私今使ってるのライトボウガンだからいいですけど、近接とかだと本当に困っちゃう。いやー恐ろしい。しっぽ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 ー、トイトイ。おーっと、はい、では落とし穴を置いてみました。きっちり回復して、やってよかった。防護術ですよこれ。あぶな、いやいや、やめて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 あ、でも後ろに逃げたら、歩き続ければ一応大丈夫なのかな。いやいいですね、いいダメージ出てますね。ちなみにこの防具全然回連成とかゴールじゃないので結構適当です。でもそれでもこんだけ火力が出るなら結構十分かなと思っております。どこ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 、ふぅ、痛い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 、ちゃんと回復し、結構体力は多めなんですかね。うーん、虹色人玉鳥を取ってるので、ま、体力と防御力に強化がなされていることか、ところから、あー危ない一撃で力尽きるみたいなモーションは今のところ確認は取れませんけど、これがもし、もし、で、回、克服とかしたら、回克服とかして虹色人玉鳥がいないところとかに出てきたら、めちゃめちゃ強そうです。捕獲したいと思います。回復しなければ。お疲れ様でした。完了。ほんとめちゃめちゃいいモンスターですね。いやー楽しい。報酬は、レアなのは出なかったかな?こんな感じになってまーす。7分1秒。まず装飾品を見ていきまーす。連撃銃。そして渾身に。いやー、これはかなり、かなりじゃないですか?渾身にはもちろん、この連撃がやばい。今まで回連成したの全然全部更新しそう連撃銃がまさかレベル2スロットでつけれるようになるとは。勝手にレベル3スロットかなと思ってたんですけど、思ったよりコスパが低いので、本当に防具の回連成がっつり変えないといけないな。他はないですね。続きましてが防具です。見た目はこんな感じ。あ、攻撃、馬撃、回避。なんだこれ?読み方わかんない。先鋭かな?大型モンスターに狙われている間、対象モンスターは怒りやすくなるが、プレイヤーの防御性能は上がる。なるほど。回避の無敵時間がわずかに延長。回避性能がプラスでつくという考えであれば、例えば弓の三河仕上げりの最後のね、回避のところにも乗ってくれるんで、なかなか強くかもですが、ただ怒り状態に移行しやすくなる。挑戦者との相性はいいですけど、なんか怒った時の方がめちゃめちゃ強いモンスターとかだと結構しんどいですし、ただエスピナス亜種とか怒り状態の時に肉質が柔らかいモンスターとかであれば、ぜひ着ていきたいスキルですね。めちゃめちゃ面白いです。スキル的にも、まあ、部位にはよりますが、弓とかジャジャックスとかランスとかで使えちゃいそうです。じゃあ武器見ていきます。属性は何だろうな。火か火ですね。これは攻撃力320。なるほど、攻撃倍率とかまあまあで、まあ、会心率は通常種に比べたら控えめだけどスロットが多いみたいな感じです。うん、スロット多いね。スロット、レベル2スロット2つがプラスされてたらもう攻撃レベル2とかね、そういう感じなんで、かなり使い勝手は良さそうです。ただ火属性なんですよね。
ギンレウス、リオレウス希少種のやつと比べたらどうなるかって感じですよね。個人的に気になってるのはライトボウガンとかヘビーボウガンとか弓とかね、弾とか、あとは瓶とかが何が乗るかっていうことと、あと狩猟笛の旋律ですかね。そこでかなり変わると思います。倍率的にはどの武器もほぼ一緒かな。おお、これはいい、これはいいですね。攻撃力&防御力アップで切れ味延長効果、これはこれはさすがに更新では妃姫、うん、これは狩猟笛の火属性は更新でいいと思います。どうですか他の武器、ちょっとささっと見ちゃってるんであれですけど、レウス希少種の武器とどっちがいいんだろう。腕が鳴るね、どこだどこだ。いやーでもスロット222は熱いですよね。ただスロット222があるということは、今後攻撃獣レベル2が発動する4スロットの装飾品とかなんか出てこなそうな気配もありますよね。貫通火炎弾、なるほど、ちょっと組んでみようかな、せっかくなんで。あーでも天輪めっちゃいるじゃないですか天輪めっちゃいる。でヘビーボウガン、なるほどね、なるほど。ヘビーボウガンはまあいいかなって感じですね。あと弓が気になってます。連射か、いやでも属性値がめちゃめちゃ低いんでこれはないかな。瓶も別に別にだし、あ、ん、待って、これもしかしてため段階解放、あ、やっぱりため段階解放なしで一応使えはします。ただやっぱり弓って属性値低いとちょっと使い物になりづらいので、おそらく銀レウスの方がいいんじゃないかなと思います。最後に肉質チェックします。弱点は氷みたいですね。氷だけど雷も効く。そして弱点特攻が通るのが尻尾だけなかなか面白い肉質になっております。やっぱり爪にしか属性通らないって感じですね。ということで今回は玉水希少種初見プレイやりました。動画良かったよって方は高評価ボタンのポチをお願いします。またどんどんサンブレイクの動画投稿しますのでチャンネル登録もお願いします。またねー。Thank you.